ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。今日の動画、家賃10ヶ月分リアルにいくら言えねえよ本日の動画なんですけれども、よしきさんと僕が同じ服を着てると、これだけ大体タイアップですTKD プロジェクト8年目突入しようとしてるわけですよ。7年目じゃない。7年目終わりますもん。俺らもう8年やってる。7年丸々終わります。うわ、で次8年目に突入です。とうとう今まで付き合ってきた彼女の年数を武田が超えます。7年の付き合いはない。ない。まあパートナーとして7年関わってきた人はいないですか。ああ、いやそっちに話広げたいわけじゃなくて7年間で、まあ、いろんなメーカーさんとお仕事できまして。そうですね。今回水野さんとのタイプです。来ました。ありがとうございます。ガチですね。これもうなかったからね、今までは。いやマジやばい。前回のリベリオンの動画で、はい、怒ってると思ってた。怒ってないですか。怒ってない。評価数めっちゃいいから。いやそうだよね。しかも再生数もめちゃくちゃいって、サムネがさちょっと誤解されがちなサムネだけど、まあそうですね、内容はしっかりしてました。しっかりしてるから。サムネに関しては後日謝罪しようかなって。ありますけれども、まあまあそういう縁もありまして、今回短距離スパイクです。タイトルとサムネイルを見ていただいた通りなんですよ、はい、なるほど。もう水野さんから出ました、クロノインクスネオジャパンで、ジャパンマン、ジャパンマン決めろよ。クロノインクスネオジャパンの紹介でございます。うわー、来ました。いろいろドラマがありますよ、クロノインクスは。長いよ、長いよ。よしきの現役時代もクロノインクスと言っても過言ではない。過言ではない。僕もね、100m 高校時代の10秒76はもうクロノインクスですから。学生時代の7年間はしっかりクロノインクスを使用してきたので、僕2008年モデルから使ってますよ。ほら喜んでる。しかも俺もあれですから、1500初めて3分台で走ったのはクロノインクス。それわけわかんないから。アシックスといえばこいつさんですけど、今日水野さん側のこいつさん的な方も呼んでくださってるようなので、めっちゃ楽しみです。もうバチバチで今日も。いやそうですね、はい、今までの企業タイアップの動画って最初にアシックスといえばこいつさんから、ここがいいとこなんですよ、はいはい、みたいな、もう最初に答えをもらった状態で履いて、あやっぱここいいですねって安心感を持ちながら、こっちも動画を勧められたんですけど、今回先に紹介なしで答え合わせなし、マジの意見を聞きたいっていうことで。なるほどね、はい、俺らの動画の良さを多分潰さない方法を取ってくれた。そういうことです。今日も水野さんたちが来てるからっつって、はい、よいしょするようなコメントじゃなくて、はい、本音でやっていいと。そういうこと。素晴らしい。素晴らしい。早速いいですか、出して。もう見えてますけど箱が、はい、じゃじゃん、出しますよ。クロノインクスネオジャパン、ありがとうございます。うまくいったね。あーこれはやばい、うん、いろんなさ各メーカーがさ昔の名前を使ってそのままこうシューズを新しく出すってことあるじゃん。大体さ見た目めっちゃ変わるじゃん。これさ昔の俺らが入ってた時のクロノインクスの名残ちゃんとあるよね。ちゃんとあるよね。ずっと愛されてますからね。いやそうだね。ごめんそれは、うん、もうすいません、これよいしょとかじゃなくて、ガチやっぱ今でもこの厚底の陸上のシーンがこうね厚底にこう侵されてますけども、それでもやっぱりクロノインクス履かれてる選手ってまだまだいっぱいいますし、薄底のねそれぐらい愛されてるっていうので今回グレードアップして、はい、水野さんも満を持してやってきたわけですから。やばいよ。だから今までのクロノインクスと今の陸上シーンの厚底スパイクがやっとここで見た目というか、はい、パッと見ただけで僕は伝わりました。伝わりますね。ぜひ持ってください。まあ、これからよしきさんと一緒に履いていくんですけれども、このネオジャパントップ選手というか、その水野さんからスパイクをこういただいてるようなそのトップの選手、例えば飯塚さんとかもうこれ履いて実績を出してると。記録出た。記録出てますと。そういう意味でもすごい注目されてて、今までプロトタイプっていうかオリンピックとか、はい、世界陸上とかで小出しにしてたっていうか、はい、水野厚底やってんじゃんみたいなっていう感じだったの、世間が。これ発売すんのしないのみたいな、ずーっとこうね言われ続け、でもずっとこう水野さんもこうずっとねざわざわつきながらもデンプシーロールしながらこうかわして最後にポーンってここで聞きましたと。いいですか一回。いいよ。ここ触っただけでめっちゃ楽しそう。楽しそう。短距離用のスパイクなので長距離目線のよしきさんの意見っていうのも厚底ですから、これでも400とか800超えていきたいかもとかなるかもしれないし、な、うん、そういうとこは聞いていきたいなと思います。クロノインクスネオジャパン、いきましょう、参りましょう。ダッシュでいこうぜ。いいっすか、改めて履いて。はい。ブルータータンにブルースパイクか、相性最悪やん。いいだろ別に。ああ水野さんがさ、靴下さ、青と赤どっちも用意してくれたのに、うん、赤ちょっと。ごめん、靴下を青に変えた。そうですよね。そうですよね。すいません、青に変えました。はい、ごめんなさい。どうすか、行っていい自分で。いいよ。似合うっしょ。いやマジで
かっこいい。クロノインクスも大体のスパイクそうなんですけど、前足部分の傾斜がいい感じにあるんですよ。長距離でいう転がるような設計がこうあって、その感じとこの今回の厚底の感じがマッチするんじゃないかなっていうのを俺もちょっと正直思ってたんですけど、あー確かにね、はいはい、いい意味で間をこう全部行くような、うん、転がりすぎず短距離のプッシュもしやすく多少のアシストもしっかりやるっていうところがこうあるんじゃないかなっていう。 OK!ノーアップで一回流しです。さあどうでしょうかね。クロノインクスの厚底スパイク、うん、すいません、ちょっとノーアップ流しやっちゃいました。クロノインクスずっと履いてたんで履き馴染みというか慣れてるっていう部分はあるですよ。もうそれがなくなってないんですよね、いい意味で。クロノインクスの良さがずっとあるというか、履いた瞬間も安定性が結構良くて安心する。なるほど、これこれこれってなるんですよ。なるじゃんね。なった時に履きやすいから、もちろん厚底の方、前足部分の方にしっかり多分入ってると思うんで、その中でも反発申し分なし、それごめんなさい、申し分ないです、うん、僕の感覚としては反発性がいいっていう話をしてるだけなんで、 100m 出て11秒しか出ませんみたいな、それは俺の力不足だけど、まあそれはちょっとやっぱこういろんなスパイクと今後比べていく必要はあるんだけど、そのなんていうんですかね、やっぱ厚底スパイクって履いた瞬間、まあ、タメカーさん出すんですけど、ちょっと今、うん、水野さんいないうちに言うんですけど、アディダス言えばこの中足部分がちょっと気になるとか、うん、マックスフライで言えば履いた瞬間こうぐらつくみたいな、安定感ないなみたいな、アシックスで言えば反発感はいいけど測定痛くなっちゃうなみたいな感じるんですけど、そういうのが一切ない。いい意味で厚底っぽくないっていうのがもう履いた瞬間を感じて、でも他のいろんな厚底スパイクにある反発感、厚底のしっかり前足部分潰して、何エナジーとかがちょっとあの、はい、名前まだこれから聞くんですけど、それを潰していく感覚もしっかりあります、うん、多分本当にいいんだってぐらい全くボケてませんごめんなさい、もう一回だけショートダッシュし、はい、ごめん、楽しい、はい、トゲトゲ走り終わった後のこの反応でさ、いいか悪いか分かると思うんですけども、それが今めちゃくちゃいい方に顕著に出てますね。ダッシュで行こうぜ。こう当時ね、ごめんね、ミニ四駆世代だから、ミニ四駆世代ね、はい、ミニ四駆のボディもさ、いらないところは穴開けたりとか、はい、あ、はい、あるよ、こういう見た目になるわけ。クロノインクスを見て当時興奮してたの思い出します。ああ、なるほどね、ミニ四駆と重ねて。そう、やかましいってやかましいって、そんぐらいさデザイン性が大好きだった学生の時。紐のギュッと締め付けるこの感じありますよね。これはいや、わかります、めっちゃわかりますそれ。周平の言う、うん、まず安心感、安心感、いろんなメーカーのいろんなこうフィッティングの良さっていうのは体験してきたけど、うん、手ごろにこれだけでガッてなる感じはやっぱこのクロノインクスだけだよ。いやこれすごい、うわ懐かしいこの感じ。これで短距離スパイク、いや関係ない絶対いけるねと思って間違って1500行っちゃった時を思い出したどうすか。完全に短距離の走り方になんないと扱えないスパイクだなっていうのは今一本走っただけで分かりました。全速でついた時の厚底の沈んでバーンって跳ね返る爆発力はマジすごい。あるよね、うん、ちゃんと反発感パーンってあるよね。あるのにプロネーション感じなくて、うん、その中でも安定感がこれすごいなと思いました。ヨスキさんでも曲げれるんじゃない。曲げれる、曲げれるでしょ。曲げれるけど、うん、曲げようとして足を使ってる感覚になる。ああ、で100だったらいける。いける、もう余裕でいける。ああ、なんなら800はいきすぎ、800ぐらいまでだったら行っていいんかなと思う、うん、ただこれで戦後5000はできない、うん、ダッシュで行こうぜ。ここからが本番ですか。企画担当の方お呼びしてお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。水野陸上スパイクと陸上のシューズの企画を担当しております須藤慎吾と申します。よろしくお願いします。須藤さんです、よろしくお願いします。第一印象として安定感っていうのと、僕ずっとクロノインクス履いてきてたんで履き心地というか履き慣れてる感とかあって、前足部分のちょっとエナジーライト、こちらもしっかり潰して反発ももらっていけるなっていう感覚はあるなっていうのをお話しさせていただいたんですけども、どんな感じですか。大前提としてはやはりもう長い間弊社で
トップスパイクとして走り続けてきたクロノインプスの良さですね、はい、アッパーのこのスケルトンアッパーのフィッティングの良さをキープするということがまず大事、ここに厚底の反発力をまあ追加しながら合わせて、どうしてもこう設置時に不安定になってしまうところっていうものを絶対起きないように、まあ開発パートナーであるまあ飯塚選手とともに取り組みながら、反発性と安定性をまあ両立するっていうところ、まあ、そこにフォーカスして、まあ開発期間長くかけてここまで来たと思います。周辺のレビュー通りやん。聞いてないから、聞いてないから、忖度なしで、忖度なしで言ってますから、うん、でも愛はあるから、スキルプロデュースの愛はありますよ、はい、それありますよ。いろいろ長かったと思うんですよ、メーカーさんがいろいろ圧力いっぱい出してきて、しかもね SNS でね、あることないこと言われるわけじゃないですか。そうですね、それどうでしたとか聞いていいですか。でもその、うん、なんていうんですかね、言葉を選ばず言うと遅れて出てきた、そうです、ね、わけじゃないですか。でも価格設定が他の厚底スパイクと比べても別に高い、張ってますよ。そうですね、張ってます、はい、まあ他社と他のより大体7000円ぐらいは、そうですよね、それぐらい自信があるっていうことなんですよね、うん、そうです。まあ我々しか、はい、メイドインジャパンっていうスパイク作ってませんし、まあ、譲らないクオリティってところと、はい、まあ、私も短距離ずっと競技大学までやってるんですけど、インクスかインクスじゃないかっていうぐらい、まあ、インクスの知名度っていうものは非常に高い、うん、でそこのブランドマーケティングも含めて価格設定でまあ勝負できるという形で、まあ、この価格設定にして、その価格設定にした結果どうだったんですか。今のところ先行販売分即時完売して、即時完売、気持ちいいですね。気持ちいいですね。やっぱりそれぐらい、まあ、モデルはちょっと変わってるかもしれないですけど、まあ、研究段階のいろんな選手がこう入ってきたと思うんですよね。プロトタイプ的なものを入ってきたと思うんですけど、皆さんどんどん結果出してますもんね。そうですね、ありがたいことに弊社所属の、まあ、飯塚選手をはじめ佐藤風雅選手だったり、小川明選手だったりところの、まあ、ご意見も伺いながら、まあ、開発進めてきて、まあ、そのプロトタイプの段階でも非常に好評いただきました。そうか、風雅君も、これスパイクって400もいけるんですか。そうですね、短距離であれば全般的に、あ、1500はいけないですか。好きであれば。ルールじゃ問題ない。ルールじゃ問題ない。もう一個気になったじゃないですけど、いつものインクスのピンじゃない。そうですね。くないですか。X ブラストネオとかでも使ってる2段の平行ピンになってるんですけど、はいはい、これもですね、まあ、ピンもいろいろ開発段階で試したというところですけど、はい、まあ、設置した後の足のこう抜ける感覚が、まあ、この2段平行ピンの方が、まあ、抜けがいいと。ピンは最低限グリップすることが重要なので、はい、グリップすればできる限り少ない本数の方がいいので、はい、ここは足の抜け感というところを大事にしたときに、まあ、このピンの配慮別になったピン種類。今言われたから言うんじゃないですよ、本当感じててグリップすげえなと思ったの、入った瞬間しっかり噛む感じ、あ、長いなってこう感じてたんで、うん、こういうのってやっぱ抜けが悪くなるっすよね、長いピンって。そうするとやっぱ設置の感覚ずれたりとか、うん、まあ、後半のその足がベタベタになってきちゃった時にこうロスになっちゃうんですけど、それが走って抜けた時にニードルピンのようなその抜けのいい良さみたいなのはこう感じたんで、いいとこ取りみたいないうピンの構造だなと言われたから言ったんじゃないですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん質問していって。あ、全然、はい。さっきもちょっとお話出ましたけど、水のエナジーライト。まあ、弊社水のエナジーという材料名で、いろんな材料がありまして、はい、中でも水のエナジーライトっていうものに関しては軽くて反発性がすごく高いですね。まあ、短距離スパイクとしてはやっぱ重量もすごく重要になってくるので、はい、重量を抑えながら高い反発を出す。かつ、まあ、先ほどあったように不安定なところっていうのはちょっと固めでこう腰があるような形のものがこれになるので、まあ、いろんな材料を試した中で、まあ、これに落ち着いた。形状の問題なんかちょっとわかんないですけど、こう潰しやすいというか、前足部分で設置できる選手であれば、うん、問題ないこうしっかりこう反発もらえるなっていうのは走って感じてたんですけど、そうですね、厚みとか形状のバランスもすごくこだわってまして、何パターンか作っていろいろこう飯塚選手と一緒に開発してきたんですけど、はい、この厚みバランスを崩すと、まあ、反発が減ったりとか不安定になったりとか、そこの1ミリ単位で本当に何パターンか作って、もうちょっと例えば反発上げたいからもう少し増やしたいねとかってやったりしたんですけど、うん、はい、どうしてもその後設置時の不安定性が出ちゃったりとか、うん、両立するためにはこの厚みのバランスがもうベストだというところでこの厚みの設計になりました。アウトソール基本は、クロノインクスのいいところのピン配列が、キープしてます、はい、踏みつけ部4本つま先部3本ここは、クロノインクスの伝統的な設計として、うん、足の裏のどこに力がかかるかってものを分析して配置してるんで、まあ、これがいいだろうというところでこの設計にして、合わせてなかなかこう科学的な部分では検証が難しいんですけど、横にこう突起が出てるんです、はい、まあ、これサイドスタビリティウォールというふうにマーケティングしてまして、はい、まあ、ここに突起があることによって設置した時にこう安定感が出やすかったりとか、ここ選手の感覚ですね、もう飯塚選手がこれがないものを作った時にないとコーナーでぐらつくとか、これリブですね、立てると全然感覚が変わるというのがあったので、うん、これをこういう形状を採用していると、まあ、あとこだわったところとしては、はい、まあ、どうしても設置時に不安定になるっていうところを解消するために、まあ、上側にですね、ちょっと今見えないんですけど、はい、またカーボンのシートをインサートしてて、はい、まあ、巷で言われるまあカーボンスパイクというものになるんですけど、はい、他社さんはカーボンプレートっていう
めちゃくちゃ硬い、はい、すっごい硬いものを入れてるんですけど、はい、我々としてはそこまで硬くないシートにすることによって、まあ、ある程度これも硬いんですけど、しなやかさですね、クロノインクス重要としている、まあ、しなやかさを失わずにやれるような、まあ、設計をしているというところがこだわりポイント。反発感がない優しさじゃないんだよね、うん、優しさっていうワードが、まあ、ちょっと皆さんどう受け取られるかっていうのが難しいところであるんですけど、うん、そのしなやかさと足なじみっていうところに関してはやっぱもうピカイチなので、この厚底スパイク厚底シューズっていうのはこう履いた時にやっぱりこうなんていうんですかね、慣れとか時間がかかるもの結構多いんですけどっていうのが明らかに少ない、他のメーカーさんと比べても明らかに少ない。もちろんそのトップ選手で記録出したい選手もね、飯塚選手が出してるんだから出ないわけがないんで、それは合うものを選んでこれもその一つに入れてほしいなっていう意味でも押せますし、これから厚底スパイク試したいな、そういうレベルになってきたなっていう選手たちに対しても押せるっていうスパイクだなっていうのは僕すごい感じてて、いやもう最高です本当に。いや本当にでもやっぱ履いた感動より水野さんと仕事できてることが感動します。そうですね、それが一番嬉しいやん、いつもこれやっぱり何でだよお前、そんなこと言うなお前。ダッシュで行こうぜ。メーカーさんだとちょっと切りづらいやつとかも結構あるんですけど、うん、それも問題なく、しっかりプッシュできます。しっかり安定してセットの時点でしっかり静止できるっていうのは今のクロックからもありました。せっかく条件もいいんで気持ちよく最後100、3日後試合なんで、3日後試合なんで、そう初めて聞いたよ。3日後東日本あるから。あ、そう11秒2目標。なるほどね、11秒2出すために、10秒8ぐらい出してきて立ち上がる、はい、そしたら11秒2だから。なるほどね、はいはい。どうだ、いいんじゃない、いいんじゃない、いい動きだったよ、いい加速だった。10秒8目標、10秒7です。おぉ10秒7だったら結構いきますね。いや、11秒ちょっとぐらいですか。そうですね、ちょっと助言いいんで足しになってやっぱ11秒2ですね。やっぱ11秒2かなっていうと、でもリアルに11秒1とか2出せればいいんでっていう、今日そういう動画じゃないから。違う違う、こっちこっちこっち、ね、こっちね。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。まあ SD もコーナーも全部大丈夫だよっていうところから最後 100m、うん、ほぼマックスで、行かせていただいたんですけども、10秒7、まあ、タイムはまあちょっと置いときまして、フルスプリントというかしっかりプッシュしていくところでやっぱ、厚底ポイントであるそのなんてラグというかタイミングがずれるってあるんですよ。厚底が特有の圧倒的に少ない、いつも通りの感覚でスーッと加速しながらでも、立ち上がってからはこう潰して反発していくっていうところの感覚もしっかりあった。厚底の良さとその厚底のデメリットであるそういうラグっていうのも少ないっていうところではやっぱりずっとお話ある扱いやすさっていうのも今の100から出てたのかなっていうのは感じました。今のところ何も見つかってない、その悪いこれダメなんですよ、ね、でもやっぱり感覚とか練習でよくあっても試合でしっかりタイム出していくっていうのがやっぱり陸上選手の一番のポイントなので、まあ、これから、まあ、いきなりいいタイム出すっていうのは無理なんで、僕の状態が僕の状態なんで、しっかりいい状態になってからでも試してみたいなっていうのを今改めて感じてます。反発性と安定性がやっぱ高いというふうに、おっしゃっていただいた通りですね、うん、そこにフォーカスして開発してまいりましたので、そこ自信持ってメイドインジャパンのブランドとして強くお勧めできる商品になってますので、ぜひ体感いただいてご購入いただければなと、はい、思います。先行ではパッと売り切れちゃいましたけど、うん、まあ、これからねまた在庫の方とかもしっかり確保されていくと思いますので、皆さん今後の動画見てぜひチェックしてみてください。水野から新作スパイク、クロノインクスネオジャパン紹介するというところでした。このスパイクぜひ試してみたいなと思った方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。